昔から伝わる比企の盆踊り。今日までその火を消すことなく代々受け継いできたのは地区の婦人会の人々である。毎年盆が近づくと家事や育児など忙しい合間を縫っては公民館で練習に励む。比企盆踊りは14日の夜、初盆の家を巡回して庭先で踊り供養する習わしである。これは各集落の共同の慰霊行為が習俗化したものと考えられている。踊りは太鼓、三味線、音頭取りの楽に合わせて飛び跳ね踊る。また音頭取りが自慢の声で歌うこの歌は数え歌の形式を踏んだものであり、よったけ、法然踊り、手踊り、兵庫、地踊りの5つの演目で構成されている。かつてこうした盆踊りは町内のあちらこちらで見ることができる伝統行事であったが、最近はその数も限りなく減少している。メラケン神楽の一つとされる中の又神楽、その特色は鎮守祭神並びに眷属神が次々に舞い手となって登場することで、神体出現の神楽とも言われる。神体出現までは厳粛な演目があり、それ以降でなければ神楽囃子をかけることも許されない。番付6番の大社舞はメラケン神楽の最も大きな特色である神体出現の舞である。また演目中最も重い番付でもあり、中の又神社の祭神が登場する。大社装束を身につけ、大社面をつけて梵天直下で厳かに舞う。